どうもご機嫌いかがですか、ケンジでございます。今日紹介するのはこちら、はい、キンチショップで買ってきました、ハンドルに取り付けることができる、まあ、ミニテーブルといいますかね、まあ、実際にもうね、つけてみましょうか。はい、それではつけてみましょう。この引っかかるところ、はい、こんな感じで引っ掛けます。はい、今何も物が乗ってないんで、そんなにね、まあ、すぐ落ちちゃうような感じになりますけど、ここに物が乗って力がかかるとね、しっかりここの部分にね、力がグッとかかって、でここで支えてるので、落ちないということになります。はい、こんな感じでね、しっかり支えています。いいっすよね、これめちゃくちゃ使える。この前あのケンタッキーの、ハンバーガーとかチキンをね買って食べた写真がありますけれども、こんな感じで乗せて、食べたりしておりました。これおすすめです。はい、そして次が、はい、こちらサンシェードですね。車のフロントガラスにつけるサンシェード。でこれまあ、今までってね、まあ、つけた方がいいんだろうけど、まあ、なくてもいいかなみたいな感じだったんですよ、気持ち的にね。でもなぜ買ったかっていうとですね、この前通院日の時病院に行ってね、で車の中にちょっと荷物を置いたまま、少しね荷物をねこう助手席に置いたまま出ちゃったんです。で何を置いてたかっていうと、こちらの GoPro、 これリグにはめてますけれども、この金属のリグ、これをねポーチに入れて、さらに膝掛けでね、その上、まあ、ちょっとなんか隠すような感じで、置いてたんです、囲うようにね。で助手席に置いて、で、まあ、病院に行って、で戻ってきたんですよ。そしたらね、触ったらもう熱くて触れねえの、もうね触った瞬間熱っつって落としたもんねで、まあ、そんだけこうかぶさってても、フロントから火がこう入ってきてると熱せられるということなんで、これはいかん、まあ、物を置いとかないのが一番なんですけど、ちょっと出かけた時に置いたままっていうことはやっぱあると思うんで、でそれでいろいろどうしようかなと思ったんですけど、例えば材質がねすごくいろいろ考えられたものだとか、あと取り付け方がすごく楽だとかね、できちっと閉まるとか、ものはいろいろあるじゃないですか、ピンキリで。ただこのキンイチショップの100円のこのサンシェードですか、ちょっとピンクシルバーみたいなね、ピンクゴールドみたいな感じの色してるやつですけれども、まあ、これをね貼って、ほぼ天気も同じ、気温も同じ、止める位置も同じっていう風な状態で、今日試してみました。実際にこれをつけて、で GoPro も同じ位置に置いて、同じように置いてどうなるか実際ですね試したら、ぬるいぐらい、車内はどうしても熱せられますけれども、やっぱりねサンシェード置いて、直接火がね入ってきて、このダッシュボードとかハンドルとか座席とかが熱せられるっていうのがないだけで、そんだけ温度がやっぱ違うとね、いうことなんで、あ、やっぱり買っとくべきだな、貼っとくべきだな。ちょっとね、スーパーコンビニに寄るとかね、なんかちょっと車から降りる時でもね、やっぱりね貼っとった方がいいなと、こんだけ暑い毎日続いてますのでね、ということでこれを買ってみました。もうこれ吸盤でポンポンって貼るだけですけれどもね、サイズが1300の600かなっていうやつですけれども、非常に買ってよかったなと思っています。で今回はまあキンイチショップでこの2つの商品ね、買ってみて非常に良かったというお話でございました。皆さんもぜひ、車関連のグッズでね、これも良かったよとかいうのがあったらぜひ教えてください。ということで今回は以上です。それではまた。